どうも、はじまきよしろうです。まあ、久々に喋ろうかな。今、まあ、夜なんで、あんま大きい声出せないけど、まあ、ドメスティックな彼女、俺めちゃくちゃハマってて、まあ、ジャンマガ学園とかでね、今、出てて、いっぱい読めるんです。今、最新話まで読んだんですけど、むちゃくちゃ面白かったんですよ。もう、超面白くて。まあ、アニメも見たんですけど、まあ、アニメについて喋ろうかな、それについて。なんだろうなぁ、めちゃくちゃ良かったんですよ。でもね、そのアニメの良さ、アニメの悪さってものがなかったんですよ。作画がなんかね、そんなに俺は作画中でもないから、でもひどすぎるとこっていうのはわかるじゃないですか。うん、でもなんかしっかりと声優さんも良かったと思うし、作画もすごく綺麗で可愛い絵だったと思うんですけど、そのまあドメスティックな彼女としての良さがやっぱりそのアニメとして出せてなかったっていうか、なんか。まあ、オチは思ってたよりも良かったオチだと思うんですけど、オチっていうかね、まあ、ネタバレとか入るんですけど、その、なんだろうな、良かったんですけど、すごい急ぎすぎだなって思っちゃって、なんか、マガジンってすごく急いでないですか、なんか。五等分の花嫁はすごく良かったんです。あれのおかげで漫画見たんで、だからその、マガジンがその、でもなんかスライム転生も一応マガジンでしょ、あれは。マガジンだから、そのスライム転生はアニメにすごい力入れてるんだろうけど、まあ見てないからわかんないんですけど、なんか、マガジンはなんかね、でも五等分の花嫁はいいと思うんですよ、あれ。まあ最後まで見てないからわかんないんですけど、悪い感じじゃないと思うんですけど、ドメスティックな彼女はなんかとにかく急ぎすぎてるっていうか、ギュッとしすぎてんだけど、そのギュの仕方が悪いんですよね。ただギュッとしてるだけじゃなくて、いろんなもんがなくなっちゃってるっていうのは、まあ1クールでやろうとしたから、その漫画を読んでくれっていう宣伝用だったらすごいいい宣伝だとは思うんですよ。うん、よりよくね、漫画がよく、うわ原作めちゃくちゃいいじゃんってアニメ勢に思わせるっていうか、アニメから入ってきた人に思わせるんだったら多分すごくいいと思う。うん、いい、その、なんだろうな、ドメスティックな彼女ね、あんまモザイクとかないじゃん。そういうのも良さだったりするんだけど、でもなんか、1話とか最初の3話くらい黒いさ、とんでもねえね、あのモザイクとかあるけど、そういうの抜きにしたらすごいいいと思うんですよ。すごくいいですよね。いいんですけど、そういうエロみたいな良さとかもあるし、あとちょっとしたエッチなシーンの始まりとか、そういうのもエッチなシーンとかも、そういうのが良さじゃないですか、ドメスティック。それで物語もしっかり面白いみたいな、エッチだし面白いシーンみたいな、でヒナとルイも可愛いしっていうので、ドメスティックな彼女めちゃくちゃ面白いんですけどね、やっぱり単純に時期が悪すぎたんですよ。なんかね、その時の時期がなんか飛び道具みたいなラブコメディみたいなもんが多かったじゃないですか。まあ俺がこれをラブコメディだと思ってるってなるけどさ、ワタテンだって一種のラブコメディだし、あれはね、言っちゃえばね、ミャーネーのラブコメディなんで、で一つと、あと上野さんは不器用、まあ、これは難しいけど、でも面白かったし、あとなんだろうな、もう一個、あ、かぐや様告らせたい。今なんか現在その連載中で一番のラブコメっていうのがすごくないですか。今多分あれはなんか今連載中のラブコメで一番売り上げてるとか言ってたらしいな、多分連載中で。で2、五等分の花嫁とかと同じ時期にやるのはちょっとなんかラブコメ戦争みたいなの起きてますよね。なんかそれで時期が単純に悪かったっていう。でもその漫画誘導としてはすごいいいと思うんですよ。みんな漫画見たくなるじゃん。いやでも見たくなんないな、あれ落ちちゃったらさ、落ちちゃった。あでも見たくはなるかな。でも落ちは思ってた落ちは違くて、不妊して終わりって思ったんですよ。まあ、不妊っていうかね、飛ばされておしまいかなって思ったら違くて、それ単純に想像力がないだけなんですけど、結構ね、なんかもういろんなもんが省かれてたんですよね。足原さんとかとの関係性っていうか、まあ関係性っていうかね、まあ、あ、まあ、そういうのも全部スパスパやって、で、ある出てくる意味ないじゃん、あいつ。なんか、
ある。アレックスが出てくる意味なくない？あいつはなんかさ、人の気持ちは伝えなきゃいけなきゃダメだよねみたいな、いいこと言っておしまいじゃん。いいこと一回言っておしまいじゃん。なんでだから、ドメスティックな彼女を完全にダメな風に殺しに来てるアニメなんじゃないかなって思うんですよ。だったらね、いらないじゃんあいつってなっちゃうよね。だし、そのなんでルイがその主人公嫌いになる発言をしたのかっていうと、ただただドラマで言ってるからって言っても、そんなドラマ流れてないしね、劇中では。その文化祭でのストーカー事件、ストーカーっていうか嫌がらせ事件があって、それでなんで嫌いになるんだろうとか、そういうのを経てそういう回答になってんのにっていうのはありますね。なんかそういうストーリー面だと頑張りすぎたっていうか、まあすごくね、絵とかめっちゃ綺麗で声もすごいいいんで、そこに力入れすぎちゃってるなっていうのあるし、もしそれをやると結構グダグダになるっていうか、中だるみってわけじゃないですけど長くなっちゃうんで、やらなかったってだけなんだと思うんですよ。でもちょっとなんかな、いろいろあったし、ただそのキリア先生が作文を見ただけでその見抜くっていうのはちょっとね、うん、常にそういうこと考えてる人なのかなってなっちゃうんで、そのキャンプが経てのとかいろいろあってだと思いましたとか、なんかそういうのですよね。だから原作をしっかり見てないと面白く見れないっていうか、原作ありきの感じになるし、なんか、どっちも得しないのかな、なんか難しいよね。どっちも得しない感じあるよね。省かれて、省きに省かれてさ、そのなんかな。まあでもすごい話、まずそもそも60話くらい、60何話を12話でやるってこと自体がちょっと無理やりすぎるから、なんだろうね、俺すごいドメスティックな感じ大好きなんですよ。めっちゃで、ドメスティックバイオレンスって言葉があるからさ、暴力的なのかなって思ったら、家庭内暴力をドメスティックバイオレンスって言うから、先生すごいなって、ドメスティックな彼女っていうので、家庭内の彼女みたいな、そうかっこよく言ってるし、すごって思っちゃって、先生すごいなっていうので。でもなんかアニメはね、まあ良かったんですけど、まあ原作をこうやることは当然できないけど、でもまあアニメの良さというので悪い点はなかった。アニメっていうのでここが悪いっていうのはなかったんだけど、そのドメスティックな彼女として見た時に悪い点っていうか、まあそのまあねえ、無駄なもん省りすぎた、そういうのを、その大事なパーツがってわけでもないんですけど、まあ多分2期作る気ないんだろうなっていう感じはありますよね、このままいったら。うん、あの文化祭で足原さんがキリア先生に告白するっていうね、これ超ネタバレなんですけど、シーンとかでもその嫌がらせした人が来たりとかするんですけど、そこのつなぎ方とかなんかいろいろね、2期作るのすごい難しくなると思うんですよ。すごいね、アニメとしての良さっていうのは最高だったと思うし、声優さんとか絵を描いてくれた人とか、まあ、すごいお金かかったんだろうね。お金がかかるから良さとして、それ長くやっちゃったら作画とかそういう可愛さとかのが良くなんないからって意味で、漫画をみんなに見させるためだったらいいんじゃないかなって俺は思いますよ。でもそのアニメとしてやっていくんだったら、まあ作る気はないよね。2期は絶対に作る気ないよねって感じ。2期作ってもまあ見ますけど、そりゃ見ますけどね、2期作ったらそれ見ますけど、違うんじゃないかなって俺は思うんですけどね。あとなんか特典みたいのが嫌らしいんですよ、罪悪のシーンとか。そこ うざくない、あれ特典するんだったらそのままそこずっぽりカットしちゃえばいいのにさ、なんかそういうのあるよでも見せないよみたいなのがキモいなって思って。まあでも俺はお小遣い貯めたら買いますけど、特装版全部 DVD とか、そんなよ、まあ
あんま良くはないとは思うけど、でもまあ買うよ。ドメスティックな感じで一番来てる俺の中で漫画なんで、めっちゃ面白いんでね。でもなんかすごい休むんすよ先生が。とんでもないさ、休み RTA、 救済 RTA くらいで、富樫さんより休むの早いからね、救済速度が。 2週やっても休むし、なんかその休み方にも含みがあるんですよ。マガジン23号での、の連載にご期待くださいみたいなこと言ってて、え、もしかして23も下手したらできないのっていう。23号なんだけども、23号は多分5月ですね。やだな。なんか5月の1日か。あ、そこまで遠くで、めちゃくちゃ遠いな。ワンピースはまだ休まないでしょ。なんか週刊少年ジャンプは多分休まないで、カグコクが休んだんだよな今日。ヤングジャンプで見たけど、カグコク結構今いいとこなんですけど、いやもうなんかもう漫画家先生だけ1日300時間くらいあげてほしいよね。なんかで漫画描き終わったら普通になんかどっか行ってほしいわ。漫画家だけ寿命をさめっちゃやってほしいよね。あとパワーとかめっちゃ黄金の体にしてほしい。黄金の肉体っていうかさ、すごい変な姿勢でずっと描き続けても全然腰が痛くならない。最強の腰とかさ、最強の肉体の状態にみんななって漫画描いてほしいな。頭はめちゃくちゃ冴えて、病気も全部、持病も全部吹っ飛んで、そうなってほしい本当に。でそしたらさ、富樫先生だって休まなくて済むもん。富樫先生本当にあの人は嘘つかない、あの嘘つかないとかじゃなくて普通に本当に腰が痛いからやってるじゃん。でも月刊で売る気はないんだろうね、ジャンペイの嫌がらせみたいなさ、そういうのあるんだろう。いや月刊で売ったら、いやでも月刊もめんどくさいしな、しっかりと休みたいんだろうね普通に。あと腰もしっかり痛いだろうし、ね、うん。まあ半年後か、半年ペースくらいでやってくれるのかな。だ半年10週ってペースだったらさ、すごくない。だって半年を10単行本、もし半年ペースで休んでくれるんだったら月刊連載よりちょっと多いよ。ワンパンマンくらいだよ連載頻度は。ワンパンマンディスりすぎなんだよな、ワンパンマンめちゃくちゃ休むからな。最低だな。いやでもワンパンマンねめっちゃ面白いし、なんかワン先生結局原作始めちゃってるっていうね。え、やっちゃうんだって思っちゃった、うざって思っちゃった。それはもうずっともう村田版でやってほしいのに、でも待てきれなくなったんだよね多分。なんか出たんだろうね、その画廊編がいろいろ終わって原作に追いつくまであと何年かかりますって出た。あ、じゃあそろそろ書くかってなったんだろうね。ちょっとおお、そんなかかりますかみたいな数字になったから、多分原作を書くスイッチが入ったのかもしれない。だってワン先生あれネーム書いてるんでしょ多分。ワン先生もなんかネーム書いてるって、仕事多すぎじゃないか。趣味って言い方も悪いけどさ、そっちの方もやって村田先生のあっちもやってネーム書いてんのかな。なんかワン先生も何か書いてるからさ、ワン先生と村田先生がやってるから大変だなって思っちゃって。いやでもドメカの面白いですよね。なんか普通の、まあ俺普通の恋愛コメディっていうかラブコメ見てないから分かんないですけど、詰まってて俺いいと思うんですけどね。ドメスティックな彼女すごくいいと思うんですよ。ドメスティックな彼女はいいと思うんだけどな。なんか普通になっちゃったよね。いろんなものが同時進行してたのに、そういうもの省いちゃったらドメスティックな彼女じゃないから、それはちょっと困るよね。うん。好きだからこそ。もう2周して3周、だって俺、3周したことないもん。こんなに好きなラブコメないですよ。やっぱり、俺は一番今好きだと思う。俺あんまりラブコメとかなんかね、ちょっと変なラブコメしか見てないんで、だって、上野さんは不器用とか、上野さんは不器用はそんなに変じゃないな。あんまりラブコメを見てないからこそ、楽しいって思うのかなって思うけど、そうだけじゃないしね。でみんななんだかんだ言っていい人はいっぱいいるじゃん。なんかなんだかんだ言ってみんないい人、まあ田辺を除く
田辺を除く。田辺を除くね。でも田辺編もいいですよね、あれもね。でもね、ひなねえの、ひなねえってね、みゃねえみたいに言うけど。そういや、そんな変わんないけどさ、早く綿天も、あと、綿むても面白いらしいんですね。私がモテないのはお前らが悪いっていうのも。あれも面白いらしくて、俺は見ます。絶対に面白いらしいんだよ。あと、それ町っていう、それでも町は回ってるみたいな、もう、極道の娘さんが面白いって言ってたらしいんで、見ます。で、あと、あれだな。みだらな、あおちゃんは、なんか恋愛ができないんだっけ？なんかあれも見たけど、打ち切り感が否めないよね、あれね。面白いのにさ。だから、ドメカノはいいよね。そういうエッチなシーンがあるのは、本当に俺は嬉しい。エッチなもの好きなんで。でも、エッチだけじゃないのがすごすぎるなって思って。物語もしっかり面白いし、いいなって思うけど、夏生の立場がどんどん強くなっていくなっていうのはあるよね。なんかもう、最強になっていくじゃん。もう、ネタバレだけど、桃源先生もなんか、ういってすごい、やれるようになっちゃったじゃん。バトル漫画みたいなこと言ってるけどさ、弱みってわけじゃないけど、そういうことにはならないだろうけど、夏生くんの功績がどんどん良くなってるけどね。でも別れちゃったんだよね。ネタバレ。ドメスティックな彼女ネタバレ雑談っていう。この世でね、ネタバレってやっちゃいけないんで、ネタバレ注意っていっぱいつけておきます。ドメスティックな彼女ネタバレ雑談。いや、本当面白いんだよな。で、何週、何回も俺は見る。俺、こんな見ないですよ、漫画。鬼滅の刃ですら、あんな面白い漫画ですら何週も見ないんで、一回買って終わりみたいなところがあるんで、いや、だったら普通に本で買えよってね。ブックオフで売れよって。いや、ブックオフダメですから。あれ、俺、ちょっとしたね、違法にしてほしい。グレーな存在よりも、もうちょっと濃いめにしてほしいよね。あれがあるせいでさ、漫画家先生にお金が入んないんだよ。だから電子版俺は買うよ。だって今俺は親の金でやってるんで、働いたら多分俺はブックオフ行くだろうな。働いたら。それが漫画村。いや、漫画村は悪だよ、さすがに。あれをやったらダメだよ。でもとんでもないよね。ブックオフですらさ、本買えねえような奴らが漫画村見て漫画を批評してるってさ、雑魚じゃん。ただでさえさ、批評家ってものはさ、あんまり良くないのに。クソすぎだよね、なんか。ネットで漫画批評してるやつら全員漫画村見てるんで、あいつら。なんで基本的に漫画批評してる人でなんか、批評してる人をね、信じない方がいい、あれは。漫画ディスってるやつら全然漫画そんな好きじゃないんで。でもね、すごい俺は、やっぱ神木さんのツイッター、まあワンピースの話になるんですけど、神木さんっていうね、めっちゃワンピース好きな人がいて、その人のね、発見、ワンピースの中の発見とかを見ると、その人もすげえと思うんだけど、改めて、いや、尾田先生すごって、そこまで考えてるんだっていうのもあるんですよ。なんかそれがツイッターで、ルフィっていうのは戦った後気絶するじゃないですか、全力でやって。そういう時って大体なんか起きたら絶対、帽子どこ？帽子がないみたいな。帽子どこだ？って言うらしいんですよね。よく言うじゃないですか。なんだけど、デイビーバックファイトで、起きた時は、試合の結果をすごい気にしてるっていう。それはやっぱり、帽子より仲間の方が大事っていうので、まあ、これをツイート見た方がもっとジーンとくるんですけど、うわ、いいなって思って。シャンクスに託されたものより仲間の方が大事なのかってなったらさ、すごい泣きそうだなって思っちゃって。俺もね、こんなんで泣いたらもう雑魚ですけど、クソ雑魚ですけど、クソ雑魚ってことは嫌いなんだよな、オタクがいっぱい使ってるから。 いや、泣きながらさ、敵を作るね。泣いたら、いや、もうほんとね、最近涙もろくて、ドメスティックな彼女2週目でもうね、多分葬式くらい泣いた、俺は。身近な人の葬式で、俺葬式嫌いなんですよ。だって葬式嫌じゃん。なんでその気分を沈めに行かなきゃいけないんだよと思って。でもあれ、やっぱダメなんだよ。葬式行かないとダメなんだよね。ワンちゃんとか。なんか、俺ひどいなって思ったのは、ワンちゃんとかがで、誰が、
どのワンちゃんが死んだか覚えてないんですよね、俺。最低だなって思って。っていうのを感じた。うん、実家っていうかおばあちゃん家のワンちゃんで。どれが死んじゃ、どれ、誰が死んじゃったんだっけっていうのは覚えてないんで。まあ、葬式やっぱ悲しいんでね。で、ペットの葬式でキモいくらい泣くんですよ、俺。俺一番泣くんですよ。誰よりも泣くんですよ。そう、なんか感受性がね、もともとバグってるんですよ。すごいね、泣きやすい体質なのに、いろんな辛いことがあって、さらに泣きやすくなっちゃったんで、まあドメスティックな彼女ね、感性がいいんですよ、俺は。みんなより心の純度みたいのがね、心伝導率みたいのがね、いいんですよ。感動伝導率みたいなのが。んで、ドメスティックな彼女泣いちゃったよ、俺。見てたら、別れるシーンでね、なんで別れるんだろうって思ったらね、よくよく見て、あ、確かに確かに。俺結構流し見で見ちゃうんで、もじっくり見てないです。あ、それはそうだなみたいな、そのなんだっけ、大学生編の時のあの子いたじゃん。大学生になって夏奥のことを、好きなことを電話してたみたいなのを見たら、それは確かにルイちゃんも嫌だなって思うなっていうのとか、そういうとこ気づけてないんですよ。マジで気づきができないんです。鈍感っていうか、もう適当に見てるんで、やっぱり絶対しっかり見た方がいいなと思った。俺はドメスティックな彼女エロいから見てたけど、やっぱめちゃくちゃいい作品なんですよね。だから今回のアニメ化っていうのも、そんなとてつもなく素晴らしいね、作品をアニメで再現しようとしたらお金かかるから、ドメスティックな彼女原作見てねっていう感じだと思うんですよ、俺は。それを再現しようとしたら、ね、止めどなくお金かかるし、時間もかかるし、予定も合わないだろうしね、いろんな予定が大変だからっていう意味で今回1クールだけなんじゃないかなって思うんですよ。すごく良くなると思うんですけど、まあアニメの規制とかもね、エッチなシーンとかね、あんま流せないんでね。そんなにエッチなシーンがあるかっていうと、まああるっちゃあるけど、でもすごくいいんですよ、ドメスティックな彼女は。もういいものが詰まってる、ほんと面白い。気になる。でもなんか今週の次の話はね、まあ気になるっちゃ気になるんだけど、すごい気になるってわけじゃないんですよ。まあだって話がまだ動き始めそうだよってなってるんで、だから救済のタイミングもバッチシっちゃバッチシだと思うんですよね。あと最新の1週前の話とかで、なんかその、薬、あの、ネタバレすごいするんで、下手したら俺は捕まるかもしれない。ネタバレしすぎて。うん、それは本当にすまない。そのなんか薬やってる女の人がね、まあ、病院に最後行った時になんか、マスターがいいこと言ってんなって思ったんですけど、あれ、薬やってる人が言ったんだね。つまずいたからって道が全部なくなるわけじゃないよっていうのは、薬やってた人が夏尾くんを励ますために行ったんだなっていうと思うと、それでちょっと泣けちゃった。やっぱそのどっちともそういう共通点みたいなのが多々ある、そこそこある人が夏尾くんを勇気づけると、これから大変なね、闘病みたいな、まあ薬から絶え続ける辛い生活が始まるって中でも元気づけようとしてるってのもいいなって思って、うん、すごくいい。ドメスティックな彼女マジでいい。嫌いな、あのでも、うん、その授賞式の時のあれの夏やったやつはかすりもしませんでしたっていうのは、感情の落差を大きくしてほしいからと、すごいね、へっていう顔をしたいからっていうのだと思うんですよね。で、なんか裏組織のメンバーってよくわかんないギャグも使ってくれなかったのはちょっと嫌ですよね。何か期待ができちゃうんで、期待がもうない、何もないって中で、そのめっちゃいいことの振り幅で元気づけようとしたみたいなところもあるんじゃないかなと俺は思ってて、
まあ面白いです。試してくださいぜひね。漫画アニメだけの人はそれは普通に下手したら罪に問われる。俺の中では罪っていうか、俺の国だったらドメスティックな彼女をアニメだけ見た人は捕まります。はい、早急にね罰金が出ます。はい、ちゃんと申請していついつまでに読みますと、買います、一巻から読み始めます、またで申請しないと俺捕まえちゃうな。俺の国だったら、俺が国王でそういう、俺が国だったらそういう法律を作りますってくらい絶対原作読んだ方がいいっていうか、アニメ見た方がいいし、マガポケだったら、いやでもマガポケで読まない方がいいと思うな。多分規制とかもあんまないんじゃないかな、買った方が。あ、そったん。まあそんなことはないか。それもね、悲しいですよね。なんか少年ジャンプでさ、早乙女姉妹のあれとかも、もうジャンププラスでできなくなってるんで、なんでエロを規制するんだろうね。ダメじゃないか。と言いつつ、俺もエロをそこそこの年齢で見てるってのもね、俺いいと思うんですよ、エロいの見るの。俺全然10歳くらいから見てもいいと思うし、その18歳まで生きれない可能性だってあるわけじゃん。なんでご褒美ってふざけんなよって。長く生きたからお酒が飲めなもすじゃないんだよ。飲みたかったら飲めばいいんだよ、俺の中では。いつ死ぬかわからないのにさ、不良の事故で死んだら嫌じゃん。不良のだからずっと待ってる人も中にいるわけじゃん。俺はまだ18歳じゃないからそういうの見れないって言ってさ、と思った人死んじゃったらもう悲しいじゃん。それは見れなかった人なんだとかじゃないじゃん。俺全然見ていいと思うんですよね。俺とかツイッターのあれ全部無視してますもん。18歳未満はって。いや、見ますよって俺。何と言われようと見ますよと。親には言わないけど、恥ずかしいから。俺そういう意思を持って見てます。黄金の意思っていうか、誰よりも硬い意思です。ね。18歳未満の人は見ないでくださいって言われても、知りませんそんなのって言って見てます。あ、でもマジでブロックしないでくださいね、俺のこと。俺ブロックしないで絶対許さないんで、ブロックされたら。ブロックするって脅しだったらみんなさ、そのフォローしないでしょ。いちいちブロックしてるわけないからね。そんなめんどくさいことする？漫画家がするか、暇超ディスってんじゃん。いやでもさ、ブロックしたら絶対18歳になって解除し律儀に解除してくれるわけないじゃん。逆にさ、じゃあ何歳ですか、じゃあ何歳までブロックしますと。 でも何歳何月の0時00分になった瞬間、あなたのブロックを解除しますって。そこまでやってほしいけど、絶対一生ブロックするじゃんそいつは。いやでもジャンマガ学園すごいね。ドメスティックな彼女90話くらいあったんで、めっちゃ面白い。でもほんと漫画見た方がいいよね。そのドメスティックな彼女のために、もしかしたらジャンマガ学園は開かれたのかもしれない。ドメスティックな彼女 みんなに面白いから見てほしいから、ジャンマガ学園を開いた理由はドメスティックな彼女をみんなに見てほしいからかもしれない。いやでもいろいろ見ましたよ、ジャンマガジン。いやドメスティックな彼女おもろいね。チンコいた、いや金玉がいて。いやみんな原作見てください、めちゃくちゃ面白いんでね。いろんなシーンがあるんです。いろんなねシーンが省かれちゃってるんですよね。予算の都合だとは思うんですよ多分。すごい力入ってる。絵がめっちゃ綺麗だから、可愛いしね。声優さんもすごいし、でも原作を見させるためのなんだアニメだと思えば最高だと思います。アニメの良さはしっかり、何がすごいかって、まあアニメの良さはしっかりあったから、脚本っていうか、まあアニメの良さっていうその表面的な良さで悪いところは多分そんななかったと思うんですよね。でも話をカットしすぎるってよくありますよね。なんかからくりサークスでも何かの話が全カットされてるのとかあるらしくて、それってめちゃくちゃ罪じゃないですか。なんかここカットしようと普通ならなくないですか。そのなんか、あ、誰かが言ってたけど、
アニメをやるんだったら漫画と同じものを作っちゃダメだよとか、なんか誰かがね、偉い人が言ってたらしいけど、はって思っちゃうんだよな俺は。全然偉い人が言う言葉をね、誰かがね、言葉を持たないうぞうむぞうが言ってましたけど、いや、なるべく同じに作った方がいいだろうと俺は思ってて、うん、でドラゴンボールでもしかね、確かにいいシーンあるかもしれませんよ。でもさ、総評的にクソじゃん、ドラゴンボールのアニメって。あんなさ、チューンチューンみたいな、すごく長くしたりした、なんかそういうの俺ダメだと思うんですよね。なんか俺、世界で一番嫌いなもの、ワンピースのアニメオリジナルなんで、階層入れるのは全然いいですよ。ムカつくけど、飛ばしますけどね。コビーの階層が出てきたら全部飛ばしますけど、まあまあそこまでイライラしないけど、アニメオリジナルやられたら、もう多分次いつか出てくると思う、アニメオリジナル。でもね、アニメオリジナルやっちゃダメなんです、あれ実は。そのねえ、アニメオリジナルやっちゃダメなんですよ。うん、いやー、ケツ痛いな、お尻めっちゃ痛い。ワンピースも次が気になりますね。ワンピースはとうとうルフィがすごい覇気を使えるかもしれないって。いや、でも繋がってきたね、そういう、やっぱり覇気っていう空島編以降からそういうの作ってくれてたんだろうね、先生は。しっかりと、なんか曖昧なものっていうか、なんかね、難しかったじゃん。確かにね、白ひげが覇王色だぜってね、やって海兵とか全員倒したらさ、なぜってなっちゃうもんね。ルフィは確かに使っていいかもしれない。けどさ、それで覇王色だぜ、覇王色だぜってやってたらさ、なんかね、すごいんだけど、まあ一番面白い方を取ったんだろうね。うん。なんで白ひげ覇王色あそこで使わなかったんだろう。でも十分覇王色は出してたと思うよ。でも多分尖ってんだろうな、四皇とか。逆に使わないみたいな。とか言って、シャンクス全然使ってたけどな。まあ、まだまだなんだろう。いや、でもシャンクスすごい。俺シャンクスめちゃくちゃすごいと思うんですよ。やっぱり覇気の達人だと思うんですよね。とんでもない覇気の領域。もしかしたら覇気極めすぎたのをまたさらに極めすぎてんのかもね。見聞色でなんかもう2年くらい先読みできちゃうみたいな。見聞色の覚醒で。だって多分覇気も相当な武装色持ってるじゃないですか、シャンクスって。あの赤犬のマグマの拳をガキンって止めてんですよ。それ相当じゃないですか、それ。あの杯だって、だってさ、ビスタがさ、ビシーンってきてウニュウニュウニュって戻ってるんですよ。痛いは痛いかもしれんけど、それをね、ギンヒンって止めてるんですよ。そりゃすごいだろ。でも十分オーラみたいな白ひげはあるんだろうね。だって当然みんなさ、なんで覇王色使わないんだろうな。でも暗黙の了解でもあんのかな、覇王色使っていいのは指の時みたいな。覇王色やっぱり使いづらいのかな、ルフィがおかしいのかな、なんかあんなにビシビシできんの。それか白ひげの覇王色実はそんなすごくないみたいなのもあんのかな。覇王色の覚醒者ってことは、多分あれ覇王色を自由自在に使えるんだろうな。でも確かにな、ちょっとダサいもんね、覇王色の練習をするってさ。まあ、そういうダサいかダサくないかってとこで考えたらダサいなって思ってあんまやんないんだろうね、白ひげは。いや覇王色の練習ってダサって思ってやってないんだと思います、俺白ひげは。うん、でもルフィはかっこよくできてますけど、ルフィはもうなるべくね、貪欲に行ってるんで、貪欲っていうか勝ちに行きたいから、それも習得したんだろうね、なんかルフィは単純に。いや、雑魚が群がってくることないじゃん、白ひげなんて。だからあんま使わなくてよくなって、鈍ったんじゃない、もう白ひげがすごくなりすぎて、あんま覇王色を使いづらくなって、ね、だってさ、立ってるだけでオーラみたいな、その風格だけでさ、あの海賊とかがちびっちゃうって。座ってるだけで戦うよってやってない。
だってマリンフォードの海兵だってヒーって言って逃げてたじゃん、あれ。だからもう強さがあるから覇王色あんまいらないって思ってんだよね。うん、アホなんだよな、それは。でレイリーさんはなるべくそんな雑魚に構いたくないから覇王色いっぱい使ってんだろうな。でもなんか才能的な見聞色があるっぽいですね。なんか白星と、あ、ビブルカードの情報だけど、桃之助って才能的な見聞色があるっぽい。だから桃之助も万物の声を聞けるみたいな、ロジャーと同じすごいのを持ってると。それを極めていけばさらにこの文字の声も聞けるみたいなやつなんだろう。レアな見聞色ってのもあるんだろうな。で武装色あんまないのかもな。で見聞色の覚醒で未来が見えるって。まあ、ルフィは追い詰められてたからね。あそこで仲間がかかってるからさ、それで負けて自分が死ぬじゃなくて、仲間がかかった戦いだからルフィは頑張れたのかもしれない。まあ、常に仲間はかかってるかもしれないけどさ、まあ、それかかってない戦いなんてないと思うけど、それで強敵なんて片栗ね。でもキングとクイーンは多分片栗と同じくらいの実力だと思うんですよね。やっぱり武装色にも上が存在するって言ったパンチもあれもすごい武装色でしょ。すごい武装色で、雷鳴八騎もあれ武装色の覚醒みたいのでバーンってインパクトを打ってうわーってルフィが吹っ飛んでたんで、ビッグマンは使えないのかな、あれ。うん、でもビッグマンも十分強いからな。だからサンダーソニアとかが使ってたさ武装色も意外にすごいんだろうな。あれビヨーンってなってたのさ、なんかゴムがブーンってなってたのに、そういうのもあるんだろうね。こうキックする力よりもすごい攻撃みたいなのがバシーンってきてた。もう俺ね、六式バカにするやついるじゃないですか。俺六式って俺めちゃくちゃ重要だと思うんですよね。あれ六式バカにするやついるじゃん、武装色の方が強いし、あれってめちゃくちゃ重要なんですよ。だって覇気って消耗するもんだけど、撤回って清めとるさ、撤回って唱えるだけみたいなもんで、ちょっと集中するだけでイエーってなるんですよ。それ絶対六式の方じゃん。神絵とかさ使ってる人いないけど、見聞色でこうやって避けるのも大変じゃん。それ神絵だったらひょい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 ってできちゃうんだよ。でソルだってソルはすごい便利だし、ゲッポも便利だし、シガンは何なの。シガンもね、極めれば飛べますから、飛ぶんですよシガンが。飛ぶシガンって言って、あと生命期間とか使えば、だからその意外にルッチが負けたの何って思ったけど、あれルッチ極限だからね。絶対にルフィを倒すっていう状況で生命期間を解除して、まあ、生命期間でその体力を、まあ、なんか生命期間を解除して最大にめっちゃすごい六王眼を打って絶対倒すだと思ったけど、いやなんで生きてんだよってなって、いやさすがにもう動くの辛いよってなって、撤回ってやったらめっちゃすごいパンチで言いたいってなって終わったんですよね。ダサすぎんな俺の読み言い方が。意外になんかねないんですよ。まあルフィがおかしいだけなんで、まあ、仲間がかかった時のねルフィが強いと。うん、だってまあ死がね、死の崖っぷち、生死の崖っぷち、生き死にの崖っぷちプラス仲間がかかった戦いだし、普通の作戦とは関係ないわけじゃん。ホールケーキアイランドに行くっていうのはいろんな責任とかのでやらなきゃいけないっていうので、ルフィは強くなったんだと思います。いろんなもんが重なって、
でも雷冥八卦すごすぎだよな。雷冥八卦ね。だから武装効果っていうのは多分まあ、意外にみんな簡単にできるんだろうね。教える人が教えれば。武装効果自体は教える人が教えれば、意外にしっかりできるんだろうね。でも、アニメ版のあの武装効果、武装色のバーゲンセールはちょっとダメですよね、あれ。あれダメだと思う。だって原作にないんだもん。だってあの武装効果実はそんなすごくないっていうのも出てるからね。うん。武装色の能力者に当てるっていうそのビリビリみたいなエネルギーを凝縮して放つみたいな。なんかそういうやつなんかな。能力者に当てるにもその覇気特有のエネルギーが流れてて、だその対相手と戦うのにはやっぱ硬いパンチの方がいいわけじゃん。普通の拳より硬いパンチの方がいいじゃんっていう。それで硬いパンチ打った方がいいからっていう理由で武装効果なんだろうな。攻撃力が格段に上がるし。ね。あざした。なんか、うい。